ジンユっていうジンバルなんですけども、これに FS5 が乗るかどうかっていうのをやってみました。4月30日日曜日です。もともとこのメーカーのウェブサイトになんかチュートリアルがあるんですけれども、まあ、それにこの FS5 を乗っけた映像が少しだけ出てるんですね。でもそれで乗るっていうことは断定してなくて、なんとなく乗せてみたけどもという感じで終わってるんですが、実際乗るかどうかやってみました。乗ることは乗るんですけども、この後ろのですね、バッテリーの取り付けのところの隙間がですね、これ見てわかるようにもうあと 3,4 ミリしか空いてないんです。なので本来もうちょっとカメラを前に出せばバランスが取れそうなんですけども、このネジ穴がですね、これ以上前に行かないので、一応ノーマルの状態ではこれが限界です。で、持ったところ、まあ、なんとなく一応はバランス取れるんですが、やっぱりちゃんとバランスがもともと取れてないので、このですね、モーターのところが筐体にこうぶつかった時に少しこうプルプルっと震えます。こんな感じで、でモーターのトルクとかは十分にあるので、こうパン方向とかにはこれ震えますね。なので取り付けの部分だけを改造すれば、こう使えるようになるかもしれません。で、FS5 で使えたらいいなと思うのは、もちろんオート ND がついてるからです。例えば家の中から、暗い家の中から外に出た時にいちいち切り替えなくても ND が効いて、しっかりと外もきれいに撮れるっていうのが、まあ、やってみたいというか。で、ここをですね見てほしいんですけど、映るかな。ここの FS5 のバッテリーのですね、取り付けのこのなんかこうひだみたいなものがついてるんですけどね、壁みたいなものが、これがなければこのモーター部分がちょっと当たらないのでいいかもしれませんが、まあ、プラスチックでできているこの壁みたいな部分をこう切り取れば、もうちょっとこう柔軟な動きができるかもしれません。三脚の修理です。これワンフロットの 190CX3 というですね、カーボンの三脚なんですけども、先っぽのゴムがなくなってしまいました。それで一応応急処置として、もうなんかゴムのですね、板状のものをインシュロックで止めてたんですけど、マンフロットに注文しといた部品が来ましたので修理します。カーボン足の先っぽっていうのはもう切りっぱなしなんですよ、これね。だからこのまま使ってると多分カーボンがささくれてしまってダメなので、こういうキャップをつけとかないとダメなんですけども、これ3個セットで入ってました。ただ刺しただけだと多分抜けると思うんですけど、刺しただけでいいのかな。他は特に傷んでないので、
刺しただけで結構しっかり止まるので、まあ、今回この刺すだけっていうこと、あとだから2個は予備っていうことですね。ちなみに伝票を見ると、この3個セットの R190385 っていうもんですけども、これが1018円、3個で1018円、それから同時にですねパンロックノブというのを取ってみました。実はここのネジを以前なくしてしまったんですね。それでこう長ネジに先にネジがついたものをこういうのをつけてたんですけども、まあ、純粋より多分これの方がよく止まるんですね。あの回転方向のストッパーなんですが、純正のネジはこういうやつです。普通につまみの先に M5 のネジがついてるもんなんですけども、これが純正です。これがこういう形でついてて、これがストッパーになってるんですけど、マンフロットのまあこの機構の弱点は、これ普通にパンをするときは緩めてるわけですね。で撮影側ってこの 緩んだ状態のまま持ち歩くと、これがだんだんこう緩んできてどっかに行っちゃうんですよ。なので緩んできても抜け落ちない構造に本来しておいていただきたいところなんですが、単なるネジなんです。だからこれはあのもともと予備とかを同梱しておくとか、あるいはどっか日本でも手軽に買えるようにしておいていただいたらありがたいんですけどね。で今はこのネジに慣れたので、長ネジの方が力をかけやすいので長ネジの方にしておこうかなと思います。純正の長さが 9mm、 私が使ってる方が 8mm ということで、 8mm でも止まるんですね。中に1段階なんかプラスチックのこうディスクブレーキを押さえるとこみたいなものが入っていて、それをこのネジが押しているという構造で、ある程度締めれたところでこうパン方向のロックがかかるというものです。でこのまあ長ネジも緩んでたまま持ち歩くとだんだん緩んできてポロッと落ちてしまうので、まあ、注意が必要と。こっちは黒いのでどっかもう寄るとか落としてしまうと、まあ、紛失ですよね。あ、ちなみにですね、このパンロックノブっていうのが871円もします。871円で、先ほどの足ですね、フットの部分が3つで1018円、それでフラットレートのこの送料、エアメールの送料が553円ということで、このネジはまあ買わなくてよかったかなっていう感じですけどね。まあ一応純正なのでということで、こういう感じです。地図とメモ帳と双眼鏡です。